三菱 4A3 型エンジンは三菱自動車工業及び中華技社が製造していたガソリンエンジンの系列である。1993年9月における同社製の H30 系ミニカミニカトップに初めて採用された。基本構成は水冷直列4気筒。当初は 659cc の 4A30 型のみの構成だったが、 後に 1094cc の 4A31 型や、台湾向け専用の 1198cc の 4A32 型など、様々なバリエーションが登場した。また、4A30 型には、DOHC20 バルブのインタークーラー付きツインスクロールターボ仕様や、サイチェ C16 バルブの MVV 仕様が存在し、4A31 型には、 同社のピスタチオ専用の DOHC16 バルブのグディ仕様がそれぞれ存在する。もっとも A、4A30 型 DOHC20 バルブターボ仕様とサイチェ C16 バルブ MVV 仕様は、排気ガス規制の強化やグリーン税制の適用などに対応することができなくなり、2002年以降に廃止された。なお、シリンダーブロックは中鉄製で、 今日まで可変バルブ機構を採用したことがない。パジェロミニに搭載された 4A30 型は縦置きレイアウトであるため冷却ファンは軽自動車では非常に珍しいカップリング内蔵のベルト駆動ファンであった。2002年まで生産のエンジンはクランクベアリングキャップがラダービームフレーム一体となっており光合成指示であった。日産キックスの 4A30 サイチェシー16 バルブターボエンジン7台目、電化グレードを除く常用シリーズ向け、2台目、商用シリーズは除く。登場当時、自動車搭載用の4気筒 DOHC20、バルブエンジンとしては、世界最小だった。ありがとうございます。